皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もユーロトラックシュミレーター日本マッププロジェクトジャパン版をやっていきたいと思います。早速なんですけども、今私マンのディーラーに来ておりまして、こちらでマンのトラックを購入いたしました。いつものね、こちらの狼のラバルルペイントでマンを仕上げてみました。めっちゃかっこよくなりましたよね、こちらね。ちょっとヨーロッパ仕様なんですけども、まあちょっとね、デコトラのちょっとモッドとか入れて、今後ちょっとねデコっていきたいと思っております。オリジナルデコトラね作っていきたいと思いますので、そちらの方もねちょっとカスタムねおいおいやってきますので、ぜひ皆さんね楽しみにしておいてください。そして今日なんですけども、富山にちょっと戻ってきたんですよね。マンのディーラーが富山だったんで、でこちらのね北陸の方に、まあいろんなねちょっとポイントポイントで見どころがあるというところで、行ってないところねぐるぐる回りながらちょっとポイントをね見つけていきたいと思います。ではでは、今日行くところは、はい、こちら来まして、ちょっとね黒部ダムとか上にあるんですけども、こちらのね上越の方をちょっとぐるっと行って、帰りにこっちの8号線をね戻ってきたいなと思います。黒部なんつうのはね、黒部立山みたいなねあれがあったと思うんですよね。なので、はい、こちらって行きましょう。はい、了解しました。ではではと、そうだ、俺あれだ、あれを出してない。よし。あ。OK。これでナビをね、上に出さないとわかんないんで。はい、じゃあ行きまーす。右にレーン移動が必要です。はい、右、了解です。その先、右方向です。はい。お、どうした？トラック。右方向です。思いっきりバックしてますけども、これしかもあれじゃん。大丈夫。あ、そういえばね、私今目の前トナミさんが通りましたけども、トナミ運送さん、ちょっと今までね、まあ意識して見たかな、見てなかったっていうのもあったと思うんですけども、ちょっと初めてトレーラー今日見まして、ちょっと感動したんですよね。Z32 が今目の前通ってたけど、俺初めて見たかもしれん、ユーロトラックで Z32 走ってたんですね。はい、なんか戻ってきた感じしますね、富山。これ一番最初走ったところですよね、これ。 OK。 いやー、時刻は3時、どっかでねサムネを撮っていきたい。マンのトラックは、私、多分通して初めてだと思うんですよね。ユーロトラックシミュレーター。そして、私、カスタムをまた間違えまして、左ハンドルになっておりますけどもね。まあ、左ハンドル慣れてるんで、こっちの方が運転しやすいかもしれない。はい、OKでーす。あれは道路公団かなんかのね、カラーリング。ああ、いいな、タンクローリー引きたいっすね。タンクローリー、まだ多分日本モッドだと一回もタンクローリー引いてないんですよね。ヨーロッパ編で一回引いたのかな。めっちゃ飛ばすね前の車。いやー、いいっすね。皆さん、どうです？この感じ。いいんじゃない？だいぶ。ねえ。右にレーン移動が必要です。あ、右、了解です。その先、右方向です。オッケー。右方向です。はーい、了解です。ルビレブンがあるんで、写真を撮っていく。ちょっとね、セブンイレブンが遠かったね、残念ながら。
コンビニ見つけるとね、写真を撮りたくなるんですよね。全く車が来てないけど大丈夫？バグってない？あ、オッケー。こちら、おー、右折。はい、右折しまーす。ファミリーマートがある。いやー、万のトラックいいっすね。視界めっちゃ広い。これあれだ、俺サンバイザーつけ忘れたんすね。多分サンバイザーがついてないからだいぶ見やすい。上どうした？お前、反射でそんなチンタラ走ってたら逆に危ないぞ。何だったんでしょうね。はい、無事に高速道路に乗ることができました。こちらね、黒部から乗ったので、このまま北陸上越の方に向かっていきたいと思います。海沿いちょっと行けるかと思ったんですけども、まあ、今回高速道路ということで、帰りにねちょっと海側、次の回でちょっと撮っていこうかなと思っております。桜が綺麗。お、一番最初通った時も桜咲いてたんで、多分まあ固定なんでしょうね。まあここら辺ね、ちょっとうまいことね見つけましたら、まあちょっと雪とかね降らして、真夏のこのね暑い時期に冷たい、視覚的に涼しい実況なんていうのもね、またオツなんじゃないでしょうかね。いや、なんでもね、北陸にお祭りね、初代さんが前あげてました、ツイッターであげてました、お祭りのね盆踊りのエリアがあるらしいんですよね。こちらの方ね、ちょっと見つけていきたいね。なので目標としてね、そこら辺ねちょっと見ながらやっていきたいかなと思っております。見つけたら多分感動するんだろうね。まあうまいことね、ぐるぐると回りながらね、景色見ながらドライブしながらやっていきたいなと思っておりますので、前回ねうまいことお仕事見つけてね、ヨーロッパの方とかやっておりましたけども、お、新潟入りました。新潟の皆さん、おマットさんでございます。ラバルル運送がやってきましたよ。まあ運送というかラバルルゲーム実況がやってまいりましたよねー。カントリー21、カントリーサインの旅なんつってね、21じゃねえが、212市町村だったねあれね、水曜どうでしょうでは。まあ47都道府県の旅みたいなのやりたいね、実写版でね。いやーでもまあ日本一周しながらゲーム実況なんかねするのもいいんじゃないでしょうか。おー、海沿い、すごい、これちょっとあれじゃない、サムネ案件じゃないですか。フォトモード、あー素晴らしい。ちょっともうちょっと海を入れたいですね。あーすごい、めっちゃ綺麗じゃない。あーすごい綺麗。もう視野角とかをね、もっとこうして、あーこれいいんじゃない、めっちゃ綺麗。いや、めちゃめちゃいい写真撮れましたよ、皆さん。ほんとにすごい。あ、ここ降りれるんすね。ここちょっと、今後降りたいっすね。あ、今度降りよう。戻ってくるときにね。
とここは降りてやってきたいですね。せっかく万のトラック買いましたので、まあ、あと観光バスなんかね使って観光していくっていうのいいですよね。バスモッドね、私見つけたんですよ。めちゃめちゃいいやつ。そちらの方使ってやっていきたいなと思っておりますので、皆さんね、そちらの方も楽しみにしておいてくださいね。多分来週、木曜日撮ろうかな。木曜日、多分収録しますのでね。木曜日ね、ちょっとアメトラ実況やってましたけども、ちょっと収録にね、させていただいて。ゲーム実況の収録をしてね。はい、了解しました。はい。ゲーム実況の収録して、ちょっとストック貯めてってね。私結構編集するのなかなか早い方なので。左方向です。こっち？マジで？パーキングってなってない？パーキングでいいの？あ、これもう着いたってことが。あ、適切なルートが見つかりませんので、了解しました。こちらだったんですね、私。ああ、了解。早かったね。はい。今、来たのがこちら。あ。じゃあ、こちらちょっとぐるっと回りまして。こちら回っての。こちらも回っての。あ、これあれか。ルート、あれなんすね。うまいこと、ちょっとね、黒部ダムに戻る下道の方ね、ルート組みましたので、そちらの方もちょっと回っていきたいかなと思います。いやー、思いのほか早かったね。あ、こっち。よいしょ。OK。いや、綺麗ね。なんか晴れてて、よかったっすね。午後3時。ETC を使って。はい。多分ね、海沿い行くはずなんすよね。ああ、いいねー。この田舎な感じ。富山、黒部。書いてありましたねー。新潟入りましたからね。我々というか、私ねー。上越って書いてありますからね。ああ、綺麗。ああ、土はすごいんじゃない？あれ。これちょっと我々降りますよ。これ多分ね。おー、すごい。ちょっと写真撮ろう。あー、すごい、上越。あ。めっちゃ綺麗っすね。めちゃめちゃ綺麗。ほんと、時間がほんと良かったな、これ。夜だったら全くわかんないでしょうからね、これ。街灯とか多分ないと思うんで。すごい。左にレーン移動が必要です。はい、了解でございまーす。その先、左方向です。左方向です。はい、これ右は曲がれなくなってますね。ああ、すごい。柏崎。富山、黒部、新潟、柏崎、T 字路になっております。日本海側来ましたね。淡路は太平洋でしたからね。太平洋から日本海側に一気にやってまいりましたよ、皆さん。ああ、いいな、この田舎道。すごい。すごい綺麗ですね。
郵便局があってね。いやー、いいですね。あ、パトカーがいる。あ、交番ですね、ここ。あ、違うか。なんか、あれね、一人をやってますね。記念写真を。ああ、いい写真が撮れましたよ。何気に、おじいさんが、あのね、自助聴取されてるっていうね、面白い写真が撮れましたね。ああ、すごい。また海沿いの、めちゃめちゃ綺麗な。ああ、すごいですね。さっき、こちらの右側の方の高速道路を通って、我々、来たんですけども、まあ、今、一般道の方ね、撮って、戻っております。はい。いやー、すごいですね。ほんとすごい。いやー、ちゃんと、あそこにインターチェンジがありまして。乗ってくんすね。降りんのか。あらー。これはすごい。まっすぐ行けるんですよね、多分ね。曲がると、多分また、あれかな。高速道路の方に入っていくんでしょうね。乗るんでしょうね、多分ね。ああ、工事が片側一車線になってますね。ちょうどここら辺でね、だるま屋ウィーリー事件がありましたけど、まあ、ここではないけどね、新潟の方でね、大泉さんがやりましたよね、昔ね。あー、いいな、これはほんといいわ。あー、素晴らしい出来、これはほんとすごい。残り33キロですよ、皆さん。まあ、今回もね、結構写真撮ってるのもあって、もう40分近く、ちょっと運転してるんですけども、またちょっとね、あれですね、編集して、うまい具合にね、見やすい尺で、ちょっと動画作っていきたいと思いますのでね。まあ、ちょっと、でも景色がだいぶいいので、まあ、ここら辺はね、ちょっとノーカットでね、やっていきたいと思いますのでね。最初の高速道路の方とかね。まあ、私はあんま、大して面白いことも喋ってないと思いますので、ピックアップしてね。やっていきたいと思います。はい。いやー、すごいね。ほんとすごい。これ、あ、今40キロや。あれね、こう、トラックで今、ちょっとせっかくマンのトラック買ったんで、今、マンのトラックでね、運転しておりますけども、本当にバスとか、車ね、ちょっと、使って、やっていきたい。まあ、ちょっと一般車、普通車使うときは、あれっすね、本当に。トラックシミュレーターの枠ではないかもしれませんけどもね、ドライビングシミュレーターの枠でちょっと、オープンワールドドライビングシミュレーターみたいな感じでね、ちょっと、ちょっと、ごめんなさい。私見つけちゃいました。峠。こちらちょっと登ってきたい。スパって書いてありますね、これ。適切なルートが見つかりました。あ、ごめんなさい。元のルートを表示します。お姉さん。これは適切なルートが見つかりませんので、適切なルートが見つかりません。表示します。元のルートを表示します。ごめんなさい。めっちゃ怒ってるね。これは私申し訳ない。ちょっとね、今日はこの富士スパの方でね、温泉に浸かりながら綺麗な海を見て、美味しい海産物を食べましてね、海鮮か、海鮮を食べまして。休憩をね、して、英気を養ってね、また明日からのお仕事を頑張ってね、行きたいと思います。まあ、トラックで来るような場所ではないと思うんすよね。
すげえ道だな、おい。落石。これ、行けんの？これ、あれじゃない？営業してないんじゃない？営業してたら、だってあんな落石とかないよね。急に、ホラーチックになってきましたけど。でも、よくよく考えたら、こんなんないよね。街灯とかあるはずよね。ホテル。スパって、書いてありましたよね、皆さん。一気にホラー要素が、ちょっと、大きくなってきましたけども。ああ、見えてきた。果たして、あ、展望台がある。ホテル気になるんで、一回ホテル見ましょうか。おっと、ホテル？ふふふ。ホテルというよりは、ちょっと洋風な、営業所。ちょっと肩透かす感が、ありましたけども。まあ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 、仕事マーク出てるんで、多分仕事の入携先なんでしょうね。はい。ということで、こちらめっちゃ綺麗。はい。いい感じ。ああ、いいっすね。ほんといいわ。はい。ということで、ちょっと海を見ながらね、皆さんとお別れをしたいかなと思います。無事に、ちょっとね、上陸じゃない。北陸の方ね、上越の方を回って、ぐるっと一周してきました。次はね、ちょっとまた、乗鞍の方ね、長野県の方回って、ぐるぐるとね、ちょっとやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん次もね、楽しみにしておいてください。多分ね、バスが出てくる可能性がありますので、ちょっとバスね、私の元の、合具合といいますか、うまく入れられたら、ちょっとバスでやっていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。じゃあ皆さんまた、次の、なんていう運送ではないかもしれないんですけども、次のユーロトラックでお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。